それじゃあ、少し難しいミカエルス面点式の誘導法もやってみましょう。ね。じゃあね、速度、反応速度、化学反応の速度って、例えば、S が勝手に T になっていきますよっていう、この反応の速度。一般的にだよ。ね、一般的にどこで表されるかっていうと、V イコール K かける S の濃度って、こんな風な式で表されるね。この K は、反応の効率を表す数字で、速度定数って呼ばれたりします。まあ、ざっとこの意味は、この反応は S がいっぱいあればあるほど速く進みますよって、そんな意味ね。で、この K は、いろんな実験の条件によって変動するんだけど、ね、反応の効率を表す、ね、S に依存しますよ、基質濃度に依存してこの反応は進むのが速くなりますよって意味ね。こんな反応は例えば S1 プラス S2 が T1 プラス T2 になるって、こんなふうなちょっと複雑な反応は一般的にどう表されるかっていうと、この反応速度はやっぱり定数 K を用いて S1 の濃度かける S2 の濃度、こんなふうに一般的に表されます。最も、シンプルなモデルではね。で、実際にこんなふうなこういうふうに表された反応が多いです。ね。本当はもっと複雑なんだけど、一般的な話ね。一般的な話。じゃあね、酵素の反応をもう一回見てみるよ。酵素の反応っていうのは、反応の初期では、酵素と基質が、基質複合体、酵素基質複合体になりますよ。ね。一部の酵素基質複合体は元に戻っちまいますよ。で、一部が酵素と生成物に変化しますよって、こんな式ね。で、反応の初期を考える場合は、こっち向きの矢印は考えなくていいんだったよね。無視できるんだったね。反応の初期では、生成物がほぼ存在しないから、こっち向きの矢印は無視できるんだったね。じゃあね、これ一つ一つに、係数、速度定数、速度定数を与えてみますよ。この K っていうのは、全部の化学反応で共通してるわけではなくて、反応一つ一つに、こう、ある値なんですよ。反応一つ一つによって違う値なんですよ。だから、この矢印一個一個に別々の K を与えなきゃいけないよね。じゃあ、こっちの、この K を K1 にしようか。この反応の K を K1。この反応の速度定数を K1。で、逆向きってなんか意味を込めて K のマイナス1にしようか。で、この別に何でもいいんだよ。何でもいいんだけど、ね、KA、KB でも何でもいいんだけど、ね、なんか逆って意味を込めて K のマイナス1。こっちの矢印は K2 と名付けようか。これで話を進めていくんだけど、このミカエルス面点式の導入法にはある仮定があって、この ES 酵素基質複合体の濃度が試験管、その溶液の中で一定になる状態が存在しますよ、ね、そんな仮定から始まってるのね。この ES の濃度が一定になる、そんな状態がありますよっていう仮定。実際、細胞内なんかでは、そんなような状態、ものすごくありふれてます。ね。この仮定は結構現実に寄り添ったものです。でもそれって、この ES の濃度が一定って別に反応がピタッと停止しているって意味じゃなくて、ES が分解する速さと、ES ができる速さが等しいから、ここ ES の濃度が等しくなるって、そんな風になってるね。じゃあね、そんな仮定、ちょっとね、数式で表してみましょうか。ES が分解する速さ、表してみますよ。ES が分解する速さ。分解の仕方には2つあるね。ES が E プラス S に戻る。ES が E プラス B になる。ね。2通りあるよ。だから、どっちも分解するってことだから、一つ一つやってみるよ。ES が E プラス S に分解する。ね、よく思い出して、ES の濃度に依存するから、速度定数 K-1 を使って K-1 かける材料の濃度 ES、ね、足す、ね、分解の方法は一通りだけじゃなくてもう一通りあるから ES が E プラス P になる。 K2 を使って K2 かける、やっぱり材料は ES だね。ね、いい？材料の濃度に普通依存するんだよ。
矢印のこう矢印のこう手前、ね、矢印の手前 OK ES これが ES が分解する速度だね。じゃあ ES が作られる速度を見てみるよ。 ES が作られる矢印はここしかないね。ね、ここしかないね。ES が作られる矢印を書いてみると、比例定数 K1 を使って、K1 かける、ここで、E かける、S。これと見比べてみて。材料が2つあるときは、その材料の濃度をかけるんだってよね。比例定数にその材料の濃度を2つともかけてしまう。で、そうやって材料が2つある場合は、速度が求められるんだよね。だけど、ここでちょっと待って。この E、この E の濃度って、よく考えてみれば、この E の濃度、この E の濃度って、今回試験管に加えた酵素の全量を E のトータルとすれば、それに ES になってる分を引いた分だよね。それが、有利の酵素、有利している酵素ね。ふらふら一人で遊んでる酵素だね。有利している酵素の濃度になるよね。ね、酵素全量から ES になってる分を引いた。ね、これが酵素全量。と、全酵素から ES になってる分を引けば、有利している酵素の濃度が出るよね。書き直してみましょうか。K1 かける E のトータルから ES を引いた分が有利してる E の濃度、それに基質の濃度をかけてあげる、OK？ ね、ちょっと後で意味が出てくるから、ね、変な変形をしたかもしれないけど、ね、理解ですね、OK？ でこれが ES が作られる速度、 ES が分解する速度と ES が作られる速度、それが等しくなっている、細胞内では一般に等しくなっているっていう過程からこの話が進んでいく。で、このこれイコールこれをまとめる、ね、式変形すると、K-1 プラス K2 で分母に K1。 ちょっとね、速度定数を全部、こっちに集めてみるよ。イコールES 分の E トータル引く ES かける S。 これをこの出たぐちゃぐちゃのね、先生なんでこんなことしたのって意味わかんねえ、この変形意味わかんねえと思うかもしれないけど、この変形したもの、速度定数 K1、K2、K-1 を全部一箇所に集めて、で式変形ぐちゃっとしたもの、これを見返り指定数と定義します。と定義、さて、見返り指定数ってなんか全然違う定義だったよって思うかもしれないけど、これを見返り指定数と定義して、これから次の動画で見返りスメンテン式を導いてみます。